8月のまるでク、コンピューターと数学の1」チューリンからベオトスキンまでのお誘いです。で最初に確認して,きていきたいのはあのこのタイトル少し分かりにくかったかなという気もしてるんですけれども大規模言語モデると先生は成功してるんですけれどもその AI 技術の次の未来を展望するっていうのがあのテーマなんです。 代表言語モデルベースの現代の生成 AI 技術は、ネット上の膨大なテキストの集積を学習して、そこから人間の言語能力と呼ばれているものの基本的な部分、例えば意味の理解だとか、新しい部分の生成だとか、対話型のコミュニケーション、それから特に言語文字として蓄積された情報の活用で、これを これはでもいずれも人間の言語能力の発露をですね、それをコンピューター上で実現することに成功しました。それは画期的なものですね。この連続セミナーは、歴史的な成功を収めた AI 技術の次の未来を展望することを目的としています。それなら AI の未来のようなというのが良かったと思うかもしれません。 ただ、一見すると AI と関係がはっきりしない一般的なコンピューターと数学タイトルを選んだのには理由があるんです。それは AI の未来についての次のような僕のビジョンと関係しています。で、3つあるんです。1つは、僕は未来の、あるいは近未来かもしれないですけど、AI の発展の課題の焦点の1つは、 人間のののの二つつ基本的的なな能能能力力力である言語とと数学的な能力の統合の課題だいいうふうふに考えていますそれが一目もう一つはただ現在の大規模言語モデルはまあ先ほど述べたように人,人間の言語能力の理解には活気をもたらしたものだというふうに思うんですけれどもその方法の素朴な延長では AI の数学的能力の飛躍は望めないだろうと僕は考えています。 でそれなら AI と数学っていうタイトルもいいだろうっていう考えもあるかもしれませんでもそれをそういうタイトルも選びませんでしたでなぜならまあいくつか理由があるんで一つは大規模言語モデルベースの生成 AI 技術の華々しい成功の中でほとんどの人が AI を超る生成 AI と思っています でそういう現状では先の第二の視点でこの延長じゃ数学に届かないよというのはなかなか伝えるのが難しいと感じたからですでもう一つあの僕がこのセミナーで伝えたい AI の未来についてもう一つのビジョンはこういうものです第三にそもそもコンピューターはそれ自身で数学的能力を持っているという考え方これを伝えたいと思ったんですねこうした考えを進めれば わざわざ大規模言語モデルの上に、数学的に論理的能力を構築しようとするのは、コンピューターが本来持つ力を過小に評価しているものであって、それは余計な割り道だというふうにあの考えています。僕はこうした考え方に魅力を感じています。で、こうした考えは実は新しいものではないんです。それはコンピューターの歴史と同じぐらい古いものです。ですが、 あの先生成 AI の登場によってその考え方が古びるものではないと僕は考えていますで逆にみんな使ってる AIAI っていのは少しあのいろんな議論を展開するにちょっと窮屈に最近僕は感じ始めてるんですで今回のセミナーでは AI という言葉をタイトルから外してコンピューターという言葉に置き換えてみましたそれで少しは自由に AI の未来を考えるることとができると感じています要するに AI の未来を AI を仕事するのではなくてコンピューターを仕事してコンピューターの未来というパースペクティブの中で考えてみようというのが今回のセミナーの趣旨です。で僕のおねじからするとその焦点はコンピューターの数学能力だということになります。まあだけど 最も今回のセミナーが数学の歴史の話だと思っている人もいるかもしれませんしまあ,あの一面だけ取れば先生成批判のように聞こえるかもしれないんですがそうじゃなくてで繰り返しますけれどもあの歴史的な成功を収めた、AI、技術の次の未来を展望することを目的でするでもそれを説明するのにグダグダいろいろ語らねばならないっていうのはどっかあの、まあ、僕のボタンの掛け違いかもしれません。 でも、このシリーズ少し続けてみようと思います。で、なぜならば、あの、言語能力と数学的、コンピューターの数学的能力の統合というのは、AI 側の努力だけで済むことじゃないんです。あの、コンピューターの数学能力がさらに発展して、両者が近づくっていうビジョン、を書かなかったんですけど、まあ、それはそういう、あの、AI 側の努力では多分届かず、 コンピューター側の数学機能力をさらに深く考えるっていうパスが必要だというふうに僕は考えてるんですね。で、まあ、今回のセミナーの構成ですけれども、えー、とチューリングからウェブドスキーまでというサブタイトルを持っています。で、第1部は、機械は考えることができるか。これは今から75年ぐらい前のチューリング問題提起です。で、 で、ウェブドフスキーはそれに対して、それに対してじゃなくて、あの、すべての数学をコンピューター上のプログラミングという形で展開すべきだっていう主張をするんですね。この両者のあの、コンピューター感って機械感ってのは随分あの、離れています。まあでもそれは当然の発展だと僕は思ってるんですけれども、パート2はその機械、でもの本当は機械と 数学でも良かったんですが、それはますます意味が不明になると思って、機械とコンピューターに来たんですけれども。で、まあ、そういう中で、パート2は、そういう、まあ、チューリングからベオドスキーへの認識の飛躍っていうのは、基本的には、計算と証明とコンピュータープログマムというのは、実は等しいんだっていう、 認識の飛躍があの大きなきっかけになっていたんだというふうに僕は考えます。ですからこういう流れを作っているカリハワサイオだとかマキネフやロブボスキーのタイプセオリーの発展の後をきちんと追うというのが今回のセミナー、じゃあこの第一回目のセミナーの課題となります。で、パースンでは これも皆さんあまりお関心ないかもしれませんけれども、コンピューターで実際に数学的証明の実っは面白いものがたくさんあるんですね。まあ、ここでコンピューターの利用、数学的なコンピューターの利用と一般的に言うと、例えば数値計算だとかシミュレーションとかコンピューター使ってるじゃないかって、でも全然そういう話じゃないんです。証明そのものにコンピューターを使うっていうやつの例をあの少し紹介していきたいというふうに思っています。 でこれは今あのやったことの繰り返しです。でなぜこういうサブタイトルをつけたかということですけれどもチューリングは機化を考えることができるかっていう問題を初めて提起しました。で彼はその時かなりあの自分が少数派でいたんだってことをひしひしと感じていたような気がします。 で、ベオドスキーは、すべての数学的主張は、コンピュータープログラムの形を取るべきだと主張して、それを実行しようとしました。で、この間には、僕は連続の性があると思ってるんですけれども、あの、見かけから見ると、非常に大きな飛躍があります。で、こうした飛躍は繰り返しになりますけれども、型の理論の中で整理した、計算イコール証明イコール、 コンピュータープログラムという認識があるというふうに考えています。で、チューリングからベボズスキーというサブタイトルを持つこのセミナーでは、ですから、重点的に型の理論の発展の歴史を紹介しています。最後のまあパートは、コンピュータープログラムの数学証明の実例を紹介しようと。まだこれまだ、ちょっと無理できてないんですが、あの、来週、あの、セミナー直前まで、いくつかの面白い例を紹介できたらというふうに思います。 で、これは実は、コンピューターと数学という連続セミナーの第1回目なんですけども、今後も、あの、この角度から、コンピューターと数学というテーマで考えていきたいというふうに思っています。こういう形で4回目ぐらいまで。で、今回の1回目は、だから、型の理論が、あの、認識の飛躍をもたらしたって話ですけれども、2番目は、 コンピューターってやつのアーキテクチャってか構成ってやっぱり時代とともにいいろろ変わるんですよまあ,あの代表的なのはあの素朴なチューリングマシンから現代の量子コンピューターまででそういう中でそのコンピューターっていわゆるハードウェアの話かもしれないですが、ね、どういう変遷を遂げてそれがどういう認識の拡大に寄与してきたのかっていうのをこの第2部では話したいと思います。 で、実は今回のセミナーは、実はこのギャットラブの話をしようという形で予告をしていました。で、その後に、例えばエージェント・マイスのモードの数学の,の話をしようというふうにしてたんですけども、で、AI の未来をコンピューターと数学という切り口が考えようとするアプローチの背景をもう少し丁寧に説明した方がいいというふうに思い直しました。 で、それが今回のコンピューターの数学の1回目と2回目。1回目がチューリングからベロフルスキーまで。2回目がチューリングマシンから量子コンピュータまで。この話をしてから、g a t ド l a やエージェントベストモデルの数学モデルの話をした方が分かりやすいんではないかというふうに思っています。で、 まあ、数学の話だと誤解されると困るんですけど、やはりでも数学大事だって、数学の話でもあります。まあ、だけど、あの、まあ、トピックで紹介するということに、あの、フォーカスして、あまり面倒な話はしないようにしようと思ったのし、このレベルでは、実はその認識、人間の認識能力をどう考えるかとか、 まあそれはコンピューターの認識力と同じ問題だと僕は実は思ったんですけどもそういう問題まあそれは認識論的哲学的な議論になりますんでそれはあの皆さんと共有できるあの問題は多いんじゃないかというふうにまあある意味楽観していますまあまああのただあの直前になったコンテンツを急に変えたいように見えますけれどもまあその辺はあの ごめんなさい。お詫びするしかないですが、まあ、それはその方が、あの、僕の言っていることの趣旨が多分分かりやすくなるんじゃないかということから、あの、変えたものです。あの、ぜひ、今回の,あのセミナー、これ、まあ、どっから聞いてもいいような作りにしようと思ってるんですけども、ぜひ、あの、このシリーズ、あの、どっか、あの、参加してもらえれば嬉しいというふうに思っています。